お聞きいただいてありがとうございます。6月15日に行ってきたライブの話をしようかなと思ってます。声優さんが出演するライブで、ミステージっていう、作品があって、これは、もともとは、小説ですね。小説があって、で、今は音楽ゲームがメインの、作品。で、アニメ化をされたこともあるんですけど、アイドル部というものがある世界。で、その中学生の女の子たちが、そのアイドル部として、それぞれの、なんていうの、事情というか考え方とか、夢とかがあって、で、グループを結成して、で、そのアイドル部が、その、なんていうの、対戦する、ライブのパフォーマンスで対戦するという大会があってっていうような世界が、舞台の作品です。で、音楽ゲームってこともあるので、曲はたくさんあって、で、その曲を、そのキャラクターを演じる声優さんたちが歌うライブっていうのは定期的に行われてるんですね。で、いろんな形で行われています。今、その出演してるユニットとか声優さん全部合わせると24人になるので、結構その、ユニット、グループごとでライブをやる。いくつかのグループで集まってライブをやるとかっていうことが、今、最近は多いんですよね。さすがに24人全員同じ日にライブで揃えるって結構大変なんですよ。ただ、それを、やってきたのがこのステージなんですけど、最初はユニット6人組のユニットがいて、で、その子たちが一番始まりで、で、徐々にいろんなユニットが増えてきて、で、声優さんも増えてきてっていう中で、ライブを少しずつ規模が大きくなって、やってきたっていうところなんですけど、で、一応ね、全員揃ったライブのことをそのナンバリングライブとしてるのかな。例えば、ファーストライブ、セカンドライブとかっていう時に、そういう名前を付けたライブについては全員が揃ってるライブで、それ以外のライブについてはいろんな呼び方をして、開催していると。で、今回は、リステージプリズムフェスティバル、ボリューム1レジスタンスっていう名前で、フェスティバルっていう形なんですけど、これは今回は、全部で20、今だと24人、いらっしゃる声優さんの中で18人が、出演された。だから、ちょっとユニットによっては今回はお休みだったりとか、あと、その同じユニットの中でも、メンバーの方が、一部お休みだったりとか、いろんな事情がある中だけど、でも18人揃えるって結構大変ですよね。しかも、第1部、第2部って2回公演をやるっていう。で、それが、千葉県で行われたんで、聞いていきました。非常にいいライブだったなって思います。一つはその、ユニットごとにかなり音楽のカラーがはっきりして、その、本当にもう王道の、アイドルらしい歌を歌う。で、振り付けも、その、なんていうんだろう、いや、なんていうんだろう、フォーメーションダンスっていうの、すごくその、しっかりと動くと。それが最初の6人組のキラリっていうユニットがそうなんですけど、曲が本当に正統派のアイドルらしい曲で、かつその6人で、すごく綺麗に動くんですよね。やっぱりそれが、印象的だったりとか。あと、その後、いろいろ登場してるアイドルが、例えば、2人組で、歌うとかね。あと、その、どっちかというと、その、壮大な曲、その、コーラスワークが、優れた曲を歌うとか、あと、もう、なんだろう、王者っていうか、そのアイドルフェスティバルっていうか、アイドルが対戦する大会の中で常に優勝し続けているっていう、その、なんていうの、絶対王者みたいなアイドルがいて、そのグループの、曲はまたやっぱりちょっと力強かったりとか、あと、ロックをやるグループがいたりとかっていう、そんな、いうふうにいろんな、ユニットがいて。で、去年に、さらに2つ新しいユニットが入って、で、1つは割と本当にガンガン踊って、激しい曲を歌うユニットだし、もう1つはかなりキュートな感じのユニットだしっていう。だから、その、いろんなカラーがあるから、やっぱりそのゲームとか、声優さんきっかけでもあるのかな。そういうファンになった人が、だから、さらにファンが新しいものを好きになっていくっていうことは、よく考えられてる作品だなっていうふうに思うんですよね。で、その、だから、各ユニットが全部集まるから、すごく、なんだろう、バラエティに富んでるんですよね、音楽が。それがね、やっぱり、リステージらしいなっていうふうに思いました。で、あともう一個思うのは、その、リステージって、その、あくまで、その、各ユニットごとに、もちろんファンの人はいるんだと思うし、で、その、リステージっていう作品自体が好きな人っていうのもいるんだと思うんだけど、その、やっぱりリステージを愛してほしいっていうのは、その作品を作っているスタッフさん、あと、声優さんたちはもちろんそうなんだけど、の考え方がやっぱあるだろうなっていうのは思うんですよね。っていうのは、例えば今回、その、出演していないユニットの曲を他のユニットがカバーするとか、あと、最後、夜の部のアンコールは、そのユニットの曲を全員で歌うとか、っていうことがあって、そう、だから、そういう形で、その、だから、みんな、リステージとしてのライブなんですよっていうことは、すごく、意識して作られてるなってことは感じましたね。あとは、サプライズが好きっていう、ことは、多分リステージの、には感じますね。っていうのは、
そう、さっき言ったような、その、他のユニットの曲をカバーするのもそうだし、あと、今回、そのメンバーがお休みしていたユニットって、例えば本来だったら、本来の人数とは違う人数で、曲を歌うことになるんだけど、そこに、その別のユニットから、その、サポートというか、ゲストで入ってもらって、本来の人数の構成で歌って踊るってことをやったりとかもしたし、あと、突然新曲をやったりするんですよね、ライブでね。特に予告はしてないんだけど、じゃあ新曲やりますみたいな感じでさっとやったりとか、そういう感じもあって、やっぱりその辺、なんていうのかな、いい意味で、お客さんの予想の、超えていく、うん。そういうことをしてくれる、作品だなっていうふうに思いました。で、今回は今音楽ゲームのセガの音劇とリステージってコラボすることが多くて、今回は音劇からも、キャラクターを演じる声優さんがお二人出演しましたね。これもなんか、すごく面白くて、それでその、なんだろう、音劇のキャラクターとリステージのキャラクターと一人ずつがコラボして新曲を歌う。コラボ楽曲が急にそこで初披露されるっていう。だからその辺もだからやっぱりまあ、その辺込みでのゲストなんだけど、やっぱりそういう仕掛けをライブの時にしてくれるっていうのはやっぱり面白いなと思いましたね。であとその、リステージの中に、音劇にも出演されている方が一人いらっしゃって、で、音劇のゲストの二人と、そのリステージと音劇をまあ両方出演されている方が三人、なんだろう、急にステージに揃って、それはまあ一応体としてはその、まあ、間違えて、出番を間違えて出てきちゃったっていう点なんだけど、ちょうど3人いるから3人で歌おうって言って、音劇の楽曲を、サプライズで歌う、サプライズって言ってか、その3人でやるっていうのはサプライズなわけですね。もともと音劇のお二人は、まあ、当然音劇の曲を歌うだろうなっていうことで来てたんだけど、音劇の曲を、まあ、歌わないだろうなと思われていたリステージの出演者として来ていた声優さんも含めて3人で歌うとか、かその辺はやっぱり、なんだろうな、その時出演している声優さんの組み合わせで、どうやって楽しめるライブを作るかっていうことを考えてるなっていうふうには思いました。いや、でも、すごかったな。結局、2時間ぐらいで20、アンコール入れたら21曲か。両方、昼も夜も歌ってくれまして。で、もう次々、イントが入れ替わって、最後の挨拶以外は MC なかったですね。それがまたすごい、まあ、ステージで割とそういう感じの、構成のライブ多いんですよね。まあ、なんだろうな、ライブとかイベントの内容によっては、例えば、ね、少数のユニットで、ね、集まる、ライブとかだったりすると、少し、トークパートみたいなものも入れたりするけど、このなんか結構いろんな、ユニットが集まるライブだと、もう、ひたすら歌うっていう構成で、まあ私はそういうのも好きですね。まああまりライブってもうバラエティコーナーよりは、ね、もちろん曲をやってほしいし、まあ MC で挨拶とかを聞くのが、なんか好きな人とそうじゃない人といろいろいるかもしれないけど、まあ、曲だけだと本当に曲だけで世界に来たって、最後に、まあ皆さんが声優さんとして挨拶としてっていうような構成は良かったなというふうに思います。で、今回バンドも、生バンドで、やっぱり生バンドだとね、それのグルーブというかノリっていうかが出てくるから、うん、やっぱりいいなっていうふうに思いましたね。まあ、リステージ次もライブが決まって、次はユニットごとが、コラボするライブになってるので、で、それもあるし、まあまた、各ユニット集まるライブ、まあ、全員集まるって、まあ、本当大変だと思うんですよね。というのも、まあ、いろんなキャリアの人がいて、まあ、今、人気がある方がすごく多いので、ね、始まった当初はやっぱり新人さんで、まあ、ね、まあ、ちょっと、それはちょっとそういう事情がどうなのか分かんないけど、まあ、例えば、まだライブの日程を抑えやすかった人たちも、どんどん人気が出てきちゃって、イベントにその、どっかの日に全員集めて、ライブをやるって、多分大変だと思うんですよね。その人気が出てくると、それだけその人たちの、なんだろう、出演してほしいっていうね、オファーはあるわけだから。だから大変だと思うんだけど、まあ、また、まあね、1年2回とかなのかな、どこかで、ライブをやってもらえると、ライブっていうか、全員が揃うライブをね、やってもらえると嬉しいし、まあ、いろんな形のライブがあれば、そこには参加したいなと思うし、っていう、そういうふうに思った、今回のライブでした。お聞きいただいて、ありがとうございました。